3回にわたる共産党の共同闘争申し出を拒否した社会党、この社会党の態度を決定すべき中央委員会は1月16日東京において開かれました。席上人民戦線を即時結成せよとの活発な声が起こりましたが、社会党内部にさえかかる主張のあることは人民戦線が大衆の心からの要望であることを物語っております。中でも小野俊一の発言は波乱を呼びました。今においては実際にもう大砲をぶっ放し合い殺し合った中国共産党と重慶政権が今手を握ろうという努力を両方からしておるではありませんか。この目前の非常な危機を見ながらですね、選挙が済んでから初めてというような悠長なことを言っておられる常任中央執行委員会のお気持ちに対して私は承服できないということをはっきり申し上げたい。なお選挙が済んでからとおっしゃるが、一体総選挙がいつあるという認識を持っていらっしゃるか。1月にある2月にあるというような見通しをおつけになったのもすでに、先見の明を私は書かれておったと思う。今日において3月15日以後ということになっておるが、おそらくもっともっと伸びるような異変がいろいろと起こりうるわけであり、なおかつこの篠原内閣のごときものをして総選挙を行わせるのではなくて、それに先立って人民戦線的の我々の政府を打ち立てて、それによって総選挙をやるというような気構えに考え直していただきたいと考える次第であります。